はい、どうも、こんにちは、はるきです。これ置いとこう。置いとこう。はい、という感じで、俺も置いとこう。はい、という感じで、今回は、まず、皆さんに一つ、お知らせがあります。登録者が3000人を突破いたしました。ありがとうございます。はい、朝起きたら3000人を突破しておりまして、もうね、3000人ってなると結構ね、嬉しいですよ。大台に乗った感じで、これからもどんどん頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。というわけで、3000人登録者がいったというわけで、今回初、前からやってみたかった質問コーナーの方をやりたいと思います。3年と半年ぐらい YouTube をやってきたんですけど、まだ1回も質問コーナーやったことないので、ちょっとやってみたいなと思って今回やることにしました。まあ、質問の内容は何でもいいんですけど、採用されないよっていうコメントはいくつかあります。まず、おすすめな改造を教えてくださいっていうやつ。改造は守備範囲外なんで。それと、個人情報を特定されるような情報みたいなのを教えてくださいっていうのもなし。そのプライベートに関わることね。まあ、常識の範囲で質問してくれればいいかなと思います。まあ、そんなところですかね。そんなところに気をつけていただければ答えられると思いますので、よろしくお願いします。それで質問コーナーの回答編の動画を、後日出そうと思っていますので、そちらの方を見ていただければ回答が得られると思います。はい。質問はね、この動画以外にはしないでください。めんどくさいんでまとめるのが、質問採用するのはこの動画のみですね。締め切りは1週間にするか、1週間、来週の18日日曜日までにします。18日で締め切ります。18日に締め切って、そこからいつ質問の回答編の動画が上がるかわからないんですけど、まあ、そんな感じでゆるく待っておいてくだされば嬉しいと思います。はい、というわけで、今回は質問コーナーやりますよってことで、質問募集の動画でございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。